チャンドラグプタ2世は古代インドのグプタ朝第3代の王。自らを武勇の太陽と名乗り、闘神の僧である北拳の記した、二国旗では超日王と呼ばれている。第2代の王、サムドラグプタから王朝を受け継ぎ、その最盛期を築いた。イラン系の坂朝を下し、西はアラビア海、北はヒマラヤ山脈の麓に至る領域を支配。 デカン高原のバーカータカ朝やパンジャーブ諸国は、グプタ朝に進化の礼を取り、事実へインドの全域を支配下に収めて、その領域を最大のものとした。また、グプタ朝の文化的前世紀は5世紀頃であり、チャンドラグプタ2世の統治下においてその端所が開かれて、時代のクマーラグプタ1世の時代にわたって繁栄した。チャンドラグプタ二世の時に宮廷に仕えた詩人で、 戯曲作家のカーリーダーサがサンスクリット文学の傑作、シャクンタラーを発表した。説話集、パンチャタントラが編纂されたのもおおよそこの時期であると考えられている。また、民間ではヒンドゥー教が流星する一方で仏教もその研究においては盛んであった。また、アジャンターセックス寺院が再び活動を始めたのもこの時期と言われる。ありがとうございます。